後ろシティの話していい。さあ、オープニング早々です。オープニング早々今ね、手鍋にこう手をぶつけるっていうこの、うっかりハプニングがありましたけど。始まりました後ろシティの話でございます。本日は7月の14日曜日ハイボールナイトでございます。私はスワブ1時間お送りしたいと思います。それではですね、今日も、聞こえてるかな、見えてるかな、なんかください。こんばんは。あ、見えてるかな。あ、こんばんは、よろしくお願いします。料理を作りたいと思います。鍋です。お湯です。はい。火かけます。そんな片言の進行。火がかかった。でえな。で、今日作るのは、一品目がスモツです。あ、いいじゃないですか。いいでしょ。あの今の声はムートンの島だよ。あ、こんばんは。はい、スモツ、モツです。とハツです。はい、これをまあバッとボイルしてさっぱり美味しいつまみを作ろうという作戦です。ハツ、ハツ、あ、やばい、俺途中で切れるパターンかもな、これ。モツ、うん、いいですね。ハツ、うん、もボイルですか。ハツもボイルです。あ、そうなんですね。ハツは半分にしようかな。うん、ちょっとドリップが出てる。はい、さあボイルします。見えないんだよな。ここに入れます。そういうことね。はい、これも入れます。で、これどれぐらいボイルするんですか。まあ、初に火が入れば、はい、もつはもう茹でてあるので、まあ、そうですね。そうなんです、うん、やっぱいつもと違って料理の会話ができる人がいる。あ、そうなのか。いつもはですね、はい、あのメガネと広島がいて、はい、なおとゴッホ両方ともあのなおが料理詳しいってなってるぐらい。あ、そうなんですか。あの広島の方が料理を知らないので。あいつはまずい広島焼きしか知らない。この間油淋鶏を作ろうとしたら知らなくて。油淋鶏自体をですか。自体をです。ああ、それはどういった何ちゅう食生活で人生を送ってきたんですか。それはどういった食べ物かと散々言われましたけど、今もう分かってるんですか、もうさ。もう、はい、この前いただいたんで。油淋鶏、はい、何、わかります。じゃあ何、そうですね、野菜を卵で、え、あれ、野菜を炒めて、で、お肉使いましたよね。お肉を、もう多分興味がないんだろうな。お肉を巻いたやつですね、豚肉を。野菜。マジで調べてみなよ、携帯で。油淋鶏ですか。すごいな、ほんと、興味がないんだろうな。いや、ほんとすごいね。じゃあ、アスラの作る料理も別に美味しくもないし、まずくもないっていうやつだ。もう、ずっと60点って思ってた。いやいや、もう、どの料理も60点。毎回100点満点されてるんで、もう分かんなくなっちゃってる。やっぱり分かんなくなってんだ。分かんなくなっちゃった。結局は。何にしろ分かんなくなってると。はい、ポン酢です。あ、いいですね。A ポン酢。あ、湧きそうですよね。そうですね。あ、湧きそうですね。いいっすね。こんぐらいかな。に、柚子胡椒を入れましょうか、今日は。はいはい。さっぱりピリッと。そう、さっぱりピリッと。よいしょ。こんなもん？なんじゃない。あ、コメント読む係の名はね。はい。あ、そうなんだ。そう。どこどこでも島田さんいい声ですねっていう。あ、マジで。今画面に入ってないですか、まだ。島田ですか。
島田さんです。はい、島田入ってないですよ。いい声ってどういうこと？いい声、島田さん、いい声です。まあ、渋いってことですかね。そんなわけないやん。ちょっと待ってそんな一発目から全否定っていうのは。いい声じゃないでしょ。もうちょっとなんか泳がせろよ。嘘、汚い汚いってよく言われるじゃん。まあまあそうですけどね。まあ俺も言われるんだけど。お前も言われるの？俺の声も汚いって言われる。ああ、島田と一緒ですね。そうだね。声汚いって言われるんだけど。うん、でも声聞いたらでも低音なんであれじゃないですか。落ち着く。この時間帯からしたら落ち着くん。22時半以降。そうそうそう。そんなことない。聞いていたいから一発目の全否定はやめない。あーまあ言われて、いやそんなことないよとかさ、ちょっと一回乗るとかさ、一発目で全否定はさ、そうかな思ったことないわ。思ったことない、ギリ言うね。もうあとこれは1品目は、うん、会えれば終わりです。もうポン酢と柚子胡椒のみでいったんですか。例えばネギとか。ネギ入れます。あ、ネギ入るんですよ。2品目のお湯。じゃあ2品目僕行くよ。2品目行く、うん、僕いる。その方がいいじゃない、うん、そうしよっか、うん、せっかく2品、あなた2品だったら俺1品だし。え、そうか、ちょっと待って、じゃあネギだけ。はい、お任せします。万能ネギ、はい、じゃん。なんかいいんじゃ、もうザクザクっとかけちゃえば、うん、よいしょ。いやでもね、これね、うん、もうあと日曜日あと何回あるって数えたらね、おお、数えました。そうそう、はあ、全然ないのよ。何回でしたか？数えてない。いやどっちどっちもうやべえな。いやいや、1ヶ月4回でしょ。ああ、そっか。だってもうあと7回とかじゃないですか。6回、6、7回、6回、7回で、この日曜日も割と少な。それで考えると、寂しいものですな、うん、感慨深いですね。そうだね、まあでもこれでもユーストリームのやり方は分かったから。ああ、なるほど。たまにやろうと思えば、うん、ああ、そういうことね。そう、なるほど、できるの。超前向きでした。びっくりした。たまに思うもん、あの美味しい料理作った時に、今からちょっと配信しようかなとか。あ、マジで。はい、ここにネギパッと入れて、ザバッと入れて。あ、いいじゃないですか、これは。いい感じの量入ってますね。いい感じの量入った。なお、あんま別にコメント読んでくれないよ。そんなもんめっちゃ見てるけど、うん、全然読んでくれない。超黙読ですよ。みんな、みんなもうちょっといいのちょうだい。いいのちょうだい。あ、いいコメントがないっていう。いや、それ出してくれてる人いるからな。ガンガン行こう、ガンガン行こう。うん、今日ガンガン行こう。ガンガン行こう。島田さんをライブで見た友達が、俳優さんみたいにイケメンだねって言ってました。そうだ、すごいですね。もう声も見栄えも今のところもう。そうですよ、完璧じゃないですか。で、その後料理も作るんでしょ。ちょっと待って、ずっとにかく朝は俺のことを否定する。片やゴッホは、ゴッホいるのかっていう感じのコメントが、はい、いるってどっちのいる。あ、今日この場にいらないでしょ、はい、とか。ああ、それね、浅田さん考えすぎですよ、多分。それね、多分気づいてなかったですよ、多分。そうだね。ゴッホいりますかって。もう本当、何もしないからさ。うん、もう、はい、このユーストリームにも慣れちゃって、ちょっとサボるようになった。いや、サボってないですよ。サボるってすごいよね、はい、いや、サボるよ。なあ。いや、サボってないですよ。広島の男は。広島の男ですか、もう生真面目ですから。ねえ、はい、サボるってやべえな。いや、なんかサボってる方向にやめてください、持ってくるの。サボってないですよ。基本めんどくさがり屋だから、はい、大丈夫、皆さんどんどんコメントくださいね。はい、今まで言ったことないよ。こちらの方からコメントの